じい様を探してるんですか？ええ、ひばり様が到着されてるとは思いませんで、お恥ずかしいところ。それは構いませんけど、祖父は来客の対応中だとか。そんな予定聞かされてませんね。あのお方も困ったもんだ。お名前を伺っても？ああ、これ失礼しました。俺は五島市の身辺警護担当の矢。矢？いや、やんごとないっすね、ひばり様は。うん、やんごとない。は？それで、お名前は？いや、私の名なんて。いえいえ、ぜひとも。何をしとる、小次郎。ご当主様、助かりましたよ。すっかり怪しまれちまって。警護人が連行なんて笑えませんや。まったくそういうとこじゃろうて。もうちょいビシッとせんか。いや、非番の時くらい気抜かせてくださいよ。お前はいつだって抜けすぎじゃ。こやつがわしの警護担当なのは事実じゃ。ま、信じられんのもわかるがの。すぐにお名前を教えていただければ、私も考えたりはしませんでしたのに。え？いや、ひばり様があんまりにもお綺麗なんで、40近いおじさんが気恥ずかしくて。私はご当主にご注文の御番が届いたってのをお伝えに来ただけですので、これで失礼いたします。ええ。なんじゃその顔は。ずいぶんと仲がよろしいようでしたので。なるほど。小娘もあの花婿候補たちに囲まれて少しは成長しとるわけか。はあ？奴らに会う前はわしのそばにいる人間のことなど目にも入らなかったじゃろう。それは。心当たりがありそうじゃの。別に彼らは関係ありません。大旦那様、そろそろ。わかった。話がある。母屋へ来なさい。花婿候補たちとの生活はどうだ？どうだと言われても、相変わらず彼らはめちゃくちゃで。今すぐ一人を選べと言われたら、誰を選ぶ？は？お前は誰を選ぶ？期限があるなんて聞いてません。なあ、わしもそのつもりじゃった。だが状況が変わった。
花婿候補を選んだのは分家連中がお前に早く婚約者をと騒ぎ立てたのがきっかけじゃった。だがそれはごまかしでな。ごまかし？分家の筆頭を務める当主が事業に失敗して大損害を出したらしい。それだけならば良いものを。問題はわしに報告せず隠蔽を図ったことじゃ。その時ある男に手助けされたらしい。そして見返りに要求されたのがひばり、お前との結婚じゃ。だが当のお前は縁談をすべて拒否、要求に応えられないと焦った分家は早急に婿を決めろと騒ぎ立てた。その通り、奴の挙動不審が過ぎるので。ごまかしに騙されているとはいえ、分家ご当主に賛同し婚約をせく声が一定数上がって、今回の要求を拒否したとしても彼らはすぐに別の花婿、それを防ぐための策として、その策で分家ご当主方々の動きを抑制している。どうしてあの4人を？頭脳明晰の高学歴で有能なエリート。家柄自体は一代で成長した成金じゃが、上場を果たし、もしかして極悪非道です？いや、女遊びが。まあ待て。え？ああいう男は成功する。じゃあ、私が持っていなくて彼らが持っている、それは分家の進める好条件の相手よりも、もしそうでないならそんなの！そんなの、私をバカにしてます！心配せずとも、当て馬などと思っておらん。でなければそれに、こう以前のお前であれば東条家の一人娘というたんだが、それは結婚生活というものに実感を持っておらんかったからじゃ。共に生活することや恋愛について考えた今、好条件だけを理由に結婚相手を選ぶのは、まだ誰か、そのだ、わしが花婿、すでに相手を選んでいるなら、その機会をつ、クリスマスパーティーで婚約発表。奴は間違いなく好物件じゃ。登場、奴が求めているのは、奴と結婚すれば花婿候補との今のような生活はおそらくの、お前がそれでもいいと、自分好いた相手と一緒になりたい、そういう思いが少しでもあるのな。好条件の相手を断り、わしが進める婿候補も選ばない。それでは、後を継ぐ気がないと言われても仕方がない。わしも進めた候補を断られたとなれば、かばってやることも難しくなる。お前が好いた相手を連れてくるならそれも良いとも思っておった。
だがその可能性も皆無じゃろうて。東条を継ぐ気がないのなら、父親のように駆け落ちでも家出でもして離れればいい。お前の意思ならだが、違うのである。選ぶ余地があるうちに動け。それができぬならば受け入れよ。だったら春日に頼るな。いくら信頼していて、ひばりさん、お嬢。ひばりちゃん、ひばりさん、もし花婿子、確かに奴らの条件は一般的に分家が売る。この子に及ん言わぬことが、肩書きや家柄などよ、あやつらの資質については深い仲になれば自然とは。今ここで一人を選んだとして、私の結婚相手はそれで本当に決定ですか？まあ、わしはそれでも構わんが、お前がまだあやつらを理解し始めた段階というのは、わしとて重々承知しておる。今回の目的は、お前に婿候補から一人を選ぶ意思があると示すこと。じゃから誰かを選び仮の婚約者として報告する。ただし最善の結婚相手を選定するため、他の候補者たちも残し、厳正なる審査を重ねに重ねた上で最終決定を行うくらいに言っておけば、疑り深い奴らも何も言えんじゃろ。はは、つまり見合いから逃げるための口実と時間稼ぎじゃ。今選んだ奴を後々嫌いになっても、それはそれじゃな。今までの重苦しさは何ですか？おお、怒りっぽいの。せっかくわしが迫真の演技で今の危機的状況を教えてやったというのに。しかも今回は逃げ道まで特別サービスで作ってやったのにの。それにこれはお前の鈍感な乙女心を揺さぶり起こしてやる優しき祖父心でもあるんじゃからな。破格を聞いておると、お前とあやつらはまるで時間を持て余した友達同士じゃろう。いや、親戚の兄ちゃん扱いか。もっとこう、結婚相手というか恋愛対象として見られるかが重要じゃというに。はあ、まった
だがまあ、今回一人を選べば恋愛対象としていやでも考えるようになるじゃろ。わし、グッジョブじゃな。春日。はい。いつもどんな報告を？ありのままを。ほれ、早く仮の花婿を決めんか。ほれ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 。ちょっと待ってください。こういうのはフィーリングじゃからな。思いついたやつの名前を言えばいいんじゃ。ほれほれほれ。忘れないよ、君の感触。俺は女の子を喜ばせる方法ならいくらでも知っている自信がある。でも今喜んでほしいのは君で、だから喜んでもらえて。別に彼が気になるとかじゃなくて。では。かしこまりま。お疲れ様でした。お茶を入れ直しましょうか。それより風に当たりたい。はあ、疲れたわ。緊迫した状況でいろいろと聞かされましたから、混乱なさっていましたね。それももちろんあるけど、でもそれだけじゃなくて。大旦那様の行動ですか。花婿候補たちのことだって何か企みがあるとは思ってたけど、じゃあまるで孫を可愛がる祖父じゃない。もうクソジジイのくせにどういうことよ。春日だっておじい様が私のことを跡取りとしか思ってないって知ってるでしょ。見返そうって励ましてくれたのは春日だもの。ひばり様、人の真意はどんなに。そうね、仮とはいい。ええ、まず一つ目は仮の婚約者を決めたこと。選ばれなかった方々がひばり様が心移り。心移り。事実ですの。それから危うい状況に置かれてる今、男性関係に。ですから通りすがりの男とカフェに。何の。カズと名乗る男のことです。そんなに驚かれると。ですが私も。あのね、一
人柄は問題ではありません。もし分家にそのことを知られればよろしいですね。今の状況で他の男の仮の婚約者を決めた今、一夜さんのこと二度と彼には会わないでください。分かった。ご理解いただきありがとうございます。何か？何でもない。見てくださいな、ひばり様。これだけ日差しが。ひばり様？ちょっと、ああ。ご両親のやり方が。そう？だって、そうでしょ？結局。さ、そんなことは。少し風が強いですけれど、うん。ひばり様、家出の紬にも婚約者がいる。悩んでいるのは私が正式に15歳で一回りも正直15歳ですが、婚約ただ私が義務いやじゃ嫌かどうかを何よりも重要優先。家業を継ぐことに抵抗はありませんでした。それに幼い頃からかけれど、おた家業もおた両方を取るためにはどうするべきか考え、婚約しかないと思いました。どうして？まず趣味を堪能するですが、私もでも実両親を説得するためにいろいろとプラン、私の希望は中学もちろんプランを、それでも私はそこからお相手の方とはあの時の先私はすごい紬の婚約者って、ええ、とっても小さなことにはこだ昔から兄のように接していたので一緒にいて気が楽ですし、容姿は赤もなく不可もなく、まあ着物が似合うところは高ポイントですわね。紬はその人のこと好き？好きという言葉を出されると少し困りますわね。どちらかというと彼とはパートナー、ええ、私と彼と それさえ守っている、お互いに彼は私じゃあ、ええ、でも胸キそれで一生一緒に過ごす相手なのに、それが私にとっての幸せですか。恋愛や結婚、私の場合はですから、紬は私はいつも迷って、ひばり様、あなた急に答えられるものではありませんわね。私たちの年齢では迷うのも悩むのも当たり前のことで、でも紬、私の場合はその時があなたが今まで考え、今から、ええ、東条家の次期当主にふさそれだけが目的、それは
大丈夫ですわ。私をた紬というわ。まずは目先のロマンスをつく。え、な、私が思うに。じゃ、またね。あんた、まず、いや、これ、まあいいや。別に。バイバイの。そういう反応され、ごめん。ま、純粋培養のあんたら。さっきのキス。そん、まさか、ファーストキスも。まあ、私と適当に遊。どうして。どういう意味？一人の人を付き合ってみないと、深いとこまで付き合ってみて。だからさ、それぞれみんないいとこも悪い、ちょっと付き合ってみて合わなく、ちょっとって、うん、え、そういうの経験値を積めば人を見る目もつくし。それでは、え、前にも話したけど遠距離恋愛なんてする気ない。無理に理解しな、恋愛だけじゃない。でもさ、逆に考えてみ、なんで遊んじゃ、だって遊んじゃダメなんて、東条家の娘が、バレない、あんたが知らないだけで、アニエスの生徒だって遊ん、でもいつの時代、知り合う。じゃ、私がし、でもまあ、もしさ、どういう、だから今日から何の心配もなく、す、別にそれが悪いとは思わないよ。恋愛、私みたいにいろんなのと付き合い、一人とじっくり付き合う人間も多いわけだしさ。あんたの場合はどういう意味？恋をするには相手が必要でしょ？ええ。そしてあんたは深く相手を知らないと人と深く関わ、私相手にしたってす、なのにこうし、あんたの境遇、けど特にあんたらのやりとりを少ししか見てないのに、それだけでもか、もっと、あの、そんなの、まあ強いて言えば、は、ま、頑張れ、そ、大人になったら嫌でもしがらみとか責任、あんたは今もそうかもし、だったら時間は命に、有村さん、いや、いろいろ大変そうだな。ま、あ、今日はこの辺、わかった。まあとにかく肩の力、うん、うわ、どうしたの？今遊んでる男の一人、あ、そいつから誘われちゃった。いや、パスしよう。もしかして有村さん、否定はしない。大丈夫、忘れないから。